安田正史と的場浩司のセカンドベース。皆さん、はじめまして。お久しぶりです。安田正史です。皆さん、こんばんは。的場浩司です。今回から新番組としてスタートいたしました。新番組、セカンドベース。この番組は、若手俳優の僕、安田正史と新人俳優、私、的場浩司の2人で進めてまいります。先月まで僕が担当させていただきました初めの2部から少しバージョンアップして、初めからセカンドとまさにワンランクアップした番組にしていきたいと思っております。新人俳優の的場浩司です。初のレギュラー番組ラジオパーソナリティとして緊張しておりますし、失敗も多いと思いますが、先輩の安田さんに助けてもらいながら5年10年と続けられる長寿番組にしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして番組タイトルもつけていただいたセカンドベースですが、これは僕が野球部出身だからつけていただいたというわけではなく、まあ、2人とも俳優として次、まあ、セカンドの、まあ、ベース土台ということでベースになるとなる、番組にということで、プロデューサーさんの期待に応えられるように、はい、まあ、頑張っていきたいなと思っております。頑張ります。そして少しでも浩司君を、はい、僕なりにフォローできるように、まあ、自分のスキルを上げなければいけないなと思っています。よろしくお願いいたします。はい、そしてこの番組セカンドベースは再編集映像配信版として放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ぜひラジオセカンドベースで検索いただきますように合わせてお願いしておきます。それでは新番組セカンドベースパーソナリティを務めさせていただきます。まずは僕安田正史の自己紹介をさせていただきますと、1996年生まれで栃木県出身です。高校までは野球一筋で頑張ってまいりましたが、まあ、現在はエキストラやたまにお役をいただいて、短編映画などにも出演させていただいております。まあ、限られたチャンスの中でできればずっと続けてきた野球に関わる作品に俳優として出演するという、まあ、ささやかな夢を持って頑張っております。まだ公開は決まっておりませんが、現在予告編が YouTube で公開しております映画22世紀寓話に出演させていただきましたので、ぜひ皆さん YouTube をご覧ください。プラスボックスに所属しております新人俳優の的場浩司です。山形県酒田市出身の21歳で、現在昭和音楽大学ミュージカル科に在学中です。現在は安田さんには全く及びませんが、少しずつエキストラやスタンドイン等に参加させていただきながら、ワークショップなどで演技の勉強を させていただいております。親からいただいた高い身長に負けないぐらいの高い目標を持って、一日も早くスタッフさん、監督さん、そしてこの番組をお聞きのリスナー様にも的場浩司の存在や名前を覚えていただけるように頑張っていこうと思っておりますので、皆さんどうか番組タイトルセカンドベースとともに的場浩司を覚えていただければ嬉しいです。それでは今回の最初のコーナーは MJ15 のコーナー。このコーナーは前の番組はじめの2部ではマー君ジャストの一人旅という、はい、まあ、コーナータイトルでしたが、はい、まあ、今回から新番組ということでコーナータイトルもバージョンアップしていただきました。うん、まあ、なぜ、まあ、この MJ15 なのかということを、はい、まあ、言いますと、はい、まあ、M が、まあ、マー君ですね、はい、で J がジャストで15が、まあ、50ということで、まあ、まあ、そのままですね。まあ、ただ、そうですね、ただ、内容は以前と全く同じで、はい、まあ、プチ一人旅が好きな僕、うん、安田正史が毎月山手線の田端駅からスタートして、はい、まあ、指定する目的駅に向かって必ず往復ジャスト50駅で田端に帰ってくる、まあ、そのような生き方をご紹介させていただくコーナーです。まあ、ちなみにちょうど50に、するために行きと帰りのルートは変えることもありますこと、ご容赦ください。ということで今回は埼玉県にある深谷駅に行ってきました。はい、まあ、深谷というのは深海の、はい、深の深いのに、はい、谷ですね、に行ってまいりました。まあ、なぜ今回この深谷駅に行こうかと思ったかと申しますと、はい、まあ、先般、まあ、5年後から新しくなる新紙幣のデザインが発表されました。この新札の中で特に1万円札のデザインは
なんと両面とも深谷市に縁があると聞き、まあ、これはいかないなということで出てきました。なんでなんですか。それはですね、まあ、どっちとも、深谷市の、ゆかりのある人物がいるんですけども、渋沢栄一郎という、偉大な方がいらっしゃるんですけど、それの、その方の出身地が、まあ、ここの深谷市ということで、しかも、後で詳しく話し、ご紹介いたしますが、裏面がですね、東京駅の丸の内の駅ビルのやつなんですけれども、まあ、そこに使われているレンガが、なんとこの深谷市で作られたレンガを使っているということで、まあ、両面とも1万円札ではこの深谷市がゆかりがあるということを僕はちょっとリサーチの時に知ったので、まあ、これはいかないとなということで行ってきました。またですね、リサーチのしてる途中ですね、まあ、関東の駅100選というものにも、まあ、選定されていることが、まあ、分かったため、まあ、今回のこの深谷駅に行こうという、まあ、理由が、これになります、はい。まあ、ちなみにですが、深谷駅は JR 東日本の、まあ、駅であり、まあ、所属路線は高崎線です。まあ、開業は1883年、明治16年の10月21日だそうです。まあ、1日の乗車人員は、まあ、2017年度で1万と51人だそうです。まあ、ちなみに2000年以前は、まあ、深谷市内にある唯一の旅客駅だったそうです、この駅は。そしてこの今回どういったルートで行ったかと申しますと、はい、まあ、駅はですね、はい、まあ、京浜東北線に乗りまして、はい、田端駅から大宮駅まで行きます、はい、ここで13駅です。そして大宮駅から、まあ、高崎線に乗り換えまして、はい、まあ、このまま大宮駅から高崎線に乗って一本で行くと、はい、この今回の目的駅の深谷駅に到着します。はい、でここまでが12駅で、まあ、合計25駅ということで、まあ、ただ今回は、まあ、行きと帰りのルートは同じということでさせていただきました。あ、行きと帰りは同じでいいんですか。あ、それならラジオを聞きの皆様は多分半分しか楽しめないと思うんですけど、多分毎回行き方はこうだったら帰りはこうやって工夫してちょうど50にしたんだとか、ちょっと変えてチャレンジした方が多分その視聴リスナーの方々にももっと楽しんでもらえるのかなって思うので、せめて校舎駅や路線を変えてちょっと変化をつけないとって思うんですけど、はいはい、と作家さんに書いていただいたのはちょっと読ませていただいたんですけど、ちょっとどうでしょうか。いやちょっと、まあ、まあ言い訳っぽくなってしまうんですが、はいはい、まあ、このコーナーを始めて、はいはい、まあ、何回かちょっとやってはいるんで、あったんですか。そうなんですよ、はい、で今回も、はい、まあ、いかな心の甘えかなかもしれないですけど、はい、すいません、ちょっといい、じゃあもう公式にこんなことを、いや、いい作家さんですね作家さんから言われてしまいましたので、はい、まあ、今回、まあ、次回からですね、はい、絶対、まあ、このようなことはしないということを誓って、ちょっと今回は許してほしいな、公司君。いや、僕は全然許します。あ、ありがとうございます。僕は全然じゃあ次回から、気を引き締めて、やっていこうと思いますので、はい、リスナーの皆様のご容赦ください。お願いしますはい、ということで気を取り直して、はい、今回この深谷駅に行ってみた感想なんですが、はいはいはい、まずですね、はい、駅舎がおしゃれなんですね。へ、まあ、どうおしゃれかと言いますと、はい、まあ、先ほど、冒頭でもお話ししました通り、はい、まあ、東京駅のそのレンガの生産地だったのかもしれないんですが、はい、東京駅にすごく似てるんですよね。ですごいおしゃれで、はい、そうなんですよ。その東京駅っぽくいいなんかレンガ調の駅舎ですごいおしゃれで、はい、あ、いや、もうそれだけでも来てよかったなっていうぐらいですね。でまたですね、はい、まあ北口にですね、はい、まあ、先ほども言っちゃいましたけど、はい、新一万円札の肖像画になってる、はい、まあ、渋沢栄一郎の像があるんですね、はい、まあ、ちゃんと僕はこれを像を見てきましたよ。
エイチローさんって言うんですか。エイチさん。あ、エイチさんですね。すみません。エイチさんですね。エイチさん、すみません。ありがとうございます。エイチさんの像をちゃんと見てきて、いや本当に良かった。僕も見に行きたいです。あ、これが1万円札になるんだなっていうふうに思って、なんかちょっとワクワクしちゃう。まあ5年後ですけど。5年後ですね。5年後ですけど。またですね、このシャトルバスを使えば、まあ少し離れたこの渋沢栄一記念館など。が行くことができます。まあ、今回は、はい、まあ、僕はですね、まあ、近くにある、まあ、小さい公園とか、まあ、神社とかで、まあ、ぶらりのんびり散歩をして、過ごしたという感じですね。そうですね。じゃあ次行く時は記念館とかに行けたらいいですね。はい、そうですね。今度は、はい、そこら辺も込めて、まあ、ちゃんとね、まあ今回あの作家さんを通して講師君にね、はい、不正疑惑をね、ちょっと貼、まあ、られちゃってるから、ここね、ちょっと次回からはね、ちょっと頑張っていこうかなと思いますので、楽しみに、はい、待ってます。本当に、じゃあ講師君のためにも、リスナーの皆様のためにもちょっと頑張ってまいりたいと思いますので、はい、以上今月の MJ15 のコーナーでした。はい、今月のプレイリポート。改めまして今回から始まりました新番組セカンドベース、担当は安田雅史と的場講師でお送りしております。さて続いてのコーナーは、まあ、現在大学でミュージカル科に在籍中の講師くんが見てきた舞台についていろいろとリポートしてくれるコーナー、はい、題して今月のプレイリポートのコーナーです。まあ、では早速ですが講師くんよろしくお願いします。はい、それではそのリポートをさせていただきます。先月4月5日に亀有リリオホールで公演された芸大ミュージカルエクスプレスさんの2018年度定期公演フットルースを感激しに行かせていただきました。そのリスナーの皆様には興味を持っていただくために、はじめに芸大ミュージカルエクスプレスさんについて説明させていただきたいと思います。はい、芸大ミュージカルエクスプレスは東京芸術大学の学内唯一のミュージカルサークルです。このサークルの出身者で著名な方でいうとレ・ミゼラブルというミュージカルでエポニーヌ役を演じられた松原凛子さんなどがいらっしゃいます。そして今回感激させていただいたフットルースのあらすじを簡単にお話しいたしますと、主人公はシカゴ生まれのレン・マコーマック。シカゴではダンスやロックに生きがいを感じていました。しかし父親が出て行ってしまい、アメリカ中西部の小さな田舎町ボーモンドに転校することになります。その町ではある事故をきっかけに牧師のショー・ムーアによってダンスもロックも禁止されていました。レンはその異様な状況が理解できず困惑。そんな時に出会うショーの牧師の娘エリアル・ムーアは父の行動が理解できず自分は愛されていないと感じ非行を行ってきました。そしてそんなお互いの痛みを分かり合えるレンとアリエルは恋に落ちていきます。そんな二人が中心となって禁止されていたダンスパーティーを自分たちの手で開催しようとするけれども、そこにはいろいろな壁が現れてというお話です。ありがとうございます。それではここで講師が選ぶ見どころベスト3を発表したいと思います。はい、お願いします。第3位、芸大ミュージカルエクスペースさんの圧巻のパフォーマンス。芸大ミュージカルエクスペースさんは大体のメンバーがその声楽学科に所属しておりまして、もちろん歌はすごいんですけれども、はい、ダンス演技もすごい、とてもトップクラスでしたね。特にあの冒頭のオープニングナンバー、このフットルースっていうミュージカルの舞台なんですけれども、はいはい、このオープニングナンバーであるフットルースを踊り歌い出した時のその会場を巻き込む爆発力っていうのは今でも忘れないくらいこう圧巻でしたね。そして第2位はショー・ムーア牧師を演じられた花輪光平さんの演技です。ショー・ムーア牧師はダンスを禁止される張本人であります。しかしその裏には息子の死にどう向き合えばよいのか、なぜ娘が非行に走ってしまうのか、なぜ妻は僕に賛同しないのか。僕の中ですとね、はい、おそらく一番このミュージカルの中で一番苦しんだのはショー牧師ではないかと思うんです。その儚さですね、はい、その儚さと死を受け入れる強さをその演じられていた花輪光平さんは歌と演技で表現されていました。ショーの人生に目を向けてこのこちらのフットルースを感激することもとても面白いことだと思います。なるほど。そして第1位はやはりフットルースの世界観です。
私はこのミュージカルの作品のテーマは解放と考えました。その理由は主人公のレンから見るとダンスができない生きにくい生活からの解放、そして小牧師から見れば自分の過去からの解放、そして小の娘エリアルから見れば理解してくれない父からの解放。僕はこれらすべてダンスが踊りたいという少年の思いから始まっていることがポイントというか、なんというかこうお客様を引きつけるストーリーの力だと感じました。以上が今回の講師が選ぶ見どころベスト3です。今回ご紹介させていただきました芸大ミュージカルエクスペースさんは定期的に公演を行っていらっしゃいます。ぜひラジオをお聞きの皆様もお時間がございましたら一度ご覧いただければ嬉しいです。以上今月のプレイリポートのコーナーでした。昔の明日、続いてのコーナーは昔の明日。コーナーのタイトルを聞くと一瞬ありゃと違和感を持たれるリスナーの方もいらっしゃるかもしれませんが、今日5月6日はもうあと6時間ちょっとで終わってしまうので、明日5月7日は昔から何の日だったのかをご紹介させていただき、明日の学校や職場の話のネタにしていただこうというコーナーです。それでは昔の明日5月7日は何の日かと申しますと、まず一つ目はですね、はい、粉物の日だそうです。粉物の日、はい、これは粉物を愛するメンバーで構成される民間団体日本粉物協会が、はい、2003年、平成15年ですね、はい、に制定しました。まあ、日付は5ですね、5と7ということで、と読む語呂合わせからできたからです。まあ、はい、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パンなど、まあ、粉を使った食品、まあ、粉もんの、はい、魅力を PR することが、目的だそうです。なるほど。また小麦粉を使用した食品など粉の有用な利用方法をアピールする日として、まあ、粉の日にもなっています。まあ、そしてこの日本粉もん協会は、まあ、生活文化研究家の、まあ、熊谷真奈さんにより2003年平成15年5月7日に設立されました。はい、協会設立のきっかけは、まあ、友人からなぜ大阪にたこ焼き博物館がないのかとメールを受け取ったからということです。まあ、食シーンでは欠かせない存在として、あ、まあ、偉大なる粉もんというキーワードのもと、まあ、粉もんの魅力を面白真面目に考えている団体だそうです。まあ、ちなみに協会は粉を引く石臼がモチーフとなっているウッスマンと、小麦粉の原料である麦を頭にまとった小麦粉の精であるコナモという2体のゆるいマスコットキャラ、まあ、ゆるキャラですねがいます。また明日5月7日は博士の日。ここでいう博士は万博の博に武士の士と書いて博士と読みます。はい、1888年、明治21年のこの日、植物学者の伊藤圭介、数学学者の菊池大六、文学学者の山川健次郎など25人に日本初の博士号が文部省によって授与されました。この時、法学博士、医学博士、工学博士、ここでの工学は工夫の国に学ぶと書きます。そして文学博士、理学博士の5種類の博士号が設けられました。はい、当時の博士号は論文の提出によるものではなく、教育への貢献を評価されたものでした。論文による本格的な博士が生まれたのはそれから3年後の1891年、明治24年からです。また当時は博士の上に大博士の学位がありましたが、該当者がないまま1898年明治31年に廃止されました。ちなみに博士と博士は異なります。博士は伝統ある大化の改新以来の官職で、学生を教育するのが役目でした。一方、明治になって定められた学位が博士で、英語ではドクター、略しますと DR、 そして博士の学位にはドクター・オブ・フィロソフィーとその略である PH.D. も使われています。直訳すると哲学博士ですが、フィロソフィーには高等な学問という意味もあり、
日本の博士号に相当するそうです。そしてもう一つの、明日の昔の明日は、はい、5月7日はココナッツの日です。こちらは果実のプロとして知られ、さまざまな清涼飲料水を製造販売するキリントロピカーナ株式会社が制定しました。日付はココが5ですね、はい、でナッツ、まあ7ということで、はい、と読む語呂合わせからだそうです。まあ、海外では定番のココナッツウォーターを中心にココナッツの復旧促進が目的。ココナッツはヤシ科のココヤシの果実で、高い栄養価と豊富なミネラル分で近年注目を集めています。はい、まあ、ちなみにトロピカーナとはアメリカフロリダ州にあるトロピカーナプロダクソンズがプロダクツ社が、はい、生産しているジュースのブランドで、まあ、キリンビバレッジとの合併会社であるキリントロピカーナが生産を行っています。はい、トロピカーナのココナッツウォーターは研究に研究を重ねて、はい、日本人の味覚に合うオリジナルレシピになっているそうで、まあ、果実 16%、はい、まあ、人工甘味料 不必要で不使用ですね、はい、不使用で癖のない優しい甘みであり、まあ、果実のミネラルを補給できます。はい、いかがだったでしょうか。1年365日、毎日が記念日とは言われていますが、はい、改めて明日が何の記念日かチェックされている方は少ないと思いますね。そうですね、はい、まあ、ぜひこのコーナーをずっと続けていって、はい、まあ、1年365日コンプリートできたらなと思っております。はい、5月7日は粉物の日、博士の日、ココナッツの日、覚えておくといいかもしれません。以上、昔の明日のコーナーでした。皆さん、もうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんからのお便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.comセカンドベースまでお待ちしております。はい、はい、ということで今回初めてのレギュラー放送どうでしたか、コウシ君は。いや、自分のコーナーを持たせていただけるっていうありがたさがありましたね。ああ、確かに ありがたさだけ、はい、なんか楽しかったとかなかった。そうです、ね、緊張とかそういうの。いや、緊張はありますね。あ、リスナーの方々にどうやったら伝えられるのかっていう、こう話し方だったりそういうものをもっと考えていかないといけないなって感じました。あ、すごいですね。これできる後輩ができると僕も頑張んないなと思いますね、やっぱり。ちなみにやってて大丈夫ですか。あ、全然本当に。いや楽しかったです、本当に。いや本当にこれからも頑張って、ね、足を引っ張らないように頑張っていきたいと思います。今回はね、はい、僕的に一番残ってるのは、はい、まあ、コウシ君に怒られちゃったんで、まあ、前回、ね、いやすごい引きずりました、ね。そんな引きずるよ。まあね、そういうこと、確かに言われてみればっていうのはあったんで、まあ次回からね、次回の放送分から、まあ、僕頑張ってね、 MJ15、まあ、僕もあのリスナー様のこう目線からこう少し意見を言えたらなって思ってるので、じゃあ今後もね、よろしく、ね、叱っていいから5年10年と続けていく番組をしたいので言ってたね、頑張っていきたいと思います。はい、ということで、はい、それではセカンドベース、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは、はい、僕安田雅史と的場幸志でした。皆さん、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。